あなたは無能ですか無能な社員と有能な社員にはたった一つの違いがあったんです今日はそれを解説しますはい、こんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい これまで僕はサラリーマンとして会社に勤めそして経営者として会社を経営していく中でたくさんのビジネスパーソンと関わり合いながら仕事をしてきましたその中で全然成長せえへんな結果を出せないな信頼されへんなそんな無能な社員には一つの共通点があったんですそれは無能な社員は 指示待ち人間なんです指示がないと動けない。もちろんね、指示があっても動けないっていう方はちょっと論外置いといて、指示がないと動けない。そういう状態では、ずっとずっと無能なままなんですねで。なぜかというと、上司、リーダーがずーっとずっと指示を出し続けないといけないんですよね。あれやって、はい、分かりました。次何やったらいいですか。これやって、はい、分かりました。次何やったらいいですか。っってずっと とずっとこれを続けていかないといけない。だから上司やリーダーはそこをね、えっとね離れることできないんですよ。その時間を奪われて意識を奪われて自分が本来やるべき仕事に集中できないんですよ。でもう一つ、その、えー、ね指示待ち人間っていうのは指示が なないいことはできないんできすよねだから現場で起こりうる問題とかトラブルを柔軟に対応できないんですよ。はい、どうしたらいいのかなってどうしたらいいですかってまた聞きに来るんですよね。でそれでまた上司の時間が奪われるとその繰り返しなんですよね。その状態やったらその 指示されるその仕事のレベルがどん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 上がっていかないし相手のごし時間を奪ってしまっているということで、えー、のチーム全体の生産性や効率を落としてしまうんですよ、はい、だから評価もされない信用もされないんですねだから今日は無能な社員から有能な社員へつまり指示待ち人間から自分で考えて動ける人間に変わるための またたつの行動を紹介したいいそういう,ふうに思ってるんですこの動画を最後まで見ていただけたら自分で考えて行動できるようになって周りから信頼されて成長しそして結果も出せるようになると思いますので最後までご視聴ください。 このチャンネルではあなたがあなたの力をその職場でそのコミュニティで発揮するための発揮できるようになるための考え方そしてライフスキルを紹介していますもしあなたが自分らしく生きたいそのように願っているのであればチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです はいえー、それでは早速言いましょうどうやったら無能から有能に変わるのか指示待ち人間を卒業して自立型人間つまり自分で考えて行動できるようになるのかそれはをを聞いて1をつかむこれですね10を聞いて1をつかむということです でそもそも、なんで指示待ち人間になってしまうのか、その理由です。二つあります。一つは、銃を聞いてない。 うん、位置しか聞いてないんですよ。もう言われたことしか聞いていない。コピーやっといて、はい、わかりました。もうコピーやっといて、それしか聞いてないんですよ。掃除やっといて、掃除やっといてしか聞いてない。うんえー、あとんやろうね。まああのー、他にはあ資料作っといて、もう資料作っといてとていうことしか聞いてないんですよ。言われたこと、そのタスク、その業務しか聞いていないんですよね。はい、これがまず1つ目で。もう1つは、確信をつかめていないということなんですよ。確信っていうのは 目的何のためにそれをやるのか、それ何のために掃除をして何のためにコピーを取るのか、それをやったら一体どうなるのかって、その目的であったり、そのやる意味であったり、その先の世界、ビジョン、そういうことを全く聞いてないんですよ。言われたことしか聞いてない。銃を聞いていないし、その確信である位置をつかめていないということなんですよ。だから、その言われたこと以外できないってことなんですね。だから指示がないことを自分で考えて行動することができないんですよ。だから どうしたらいいのかもう簡単ですよ、ね、10を聞く、うん、まずしっかり聞く言われたことはい分かりましたすぐ動くんじゃない10を聞くでその10を聞いてる中で1を掴むとというこです確信つかむということです確信とは何か一言で言うと G3 なんです、はい、だからしっかり10を聞くプロセスの中で G1 と G2 と G3 これをしっかり確認しながら聞くということが大切です じゃ G1 って一体何なのかこれを解説しますっていうのは言われたタスクですねやること G2 っていうのは目的 G3 っていうのはその目的を達成した後の世界ビジョンであったりミッションです具体例を言うと例えばあなたが上司に「営業所の玄関を掃除しといてこのように頼まれました」はいわかりました っって言って言、まあ、営業所の玄関を掃除するこのタスクを聞くっていうのが、まあ、G1 レベルの仕事ですよね営業所の玄関を掃除するこれはタスクです G1 レベルの仕事ですねじゃあ G2G2 レベルで仕事してる人はどうするのか営業所の玄関を掃除しておいてって言われましたはい分かりましたでそれって何のためにやるんですかって聞くんですよねこれが G2 レベルです例えばその営業所を掃除する目的はえー、無駄えー、っとねえー、っと社員が 快適に仕事ををできる環境を作りたいだからそれをやってるんだその目的を理解するこれが G2 レベルの仕事ですねその目的を理解していたらその玄関を掃除するだけではなくて営業所の棚の資料を整理したりするようになるんですねなぜなら無駄な仕事を削ってえー、っとあ違う社員が快適に仕事できる環境は,は何なのかって考えてるから その,その視点で考えて自分ができることは何かなって見つけられるようになるんですね。これが G2 レベルの仕事の人です。じゃあ G3 レベルっていうのはその目的を達成したらその先にどんないいことがあるのか例えば上司は求めていることそれは無駄な仕事を削って営業ノルマに集中してほしいそして営業ノルマを達成してほしいそれを願っているんだってこの G3 レベルを ちゃんと理解しているこれが G3 レベルの人ですそれを、ね、仕事をしているとどうなるのかというと具体的に言うと,、えー、と何やろう玄関を掃除するだけじゃなくて棚を整理するだけではなくて会議での議事録の共有方法それ非生産的やなと思ってたらもっと新しい方法を提案したりとか。 ねそのね、掃除をするだけじゃなくて掃除のマニ,ュアルマニュアルを作ってそれを後輩に指導したりとかするそうすることで、えっとねえー、本来の目的であって無駄な仕事がなくなって生産的に効率よく仕事をすることができそして、えー、やるべきことに集中できるそんな環境を作ることができるんですよ、ね、これが G3 レベルで仕事をしている人です全然違うでしょ G1 の人は玄関の掃除をするだけ G2 の,の人は玄関の掃除と営業所の棚を掃除する目的を理解してるから G3 の人は掃除をするだけじゃなくてマニュアルを作ったりねその掃除には関係ない会議の議事録 を共有法を提案したりするんですよ、ね、自分で考えて行動できるようになるんですよ。なぜなら上司が本当に求めている G3 を理解しているからです。これとても大事なんですよ。本当に求めていることを理解する。本当に求めていることを理解できたら、それをプレゼントできるようになるんですよね。本当に求めていることをプレゼントできる。そうすると相手から感謝されて喜ばれるんですよ。ね、感謝されるで。そうする関係 ね、積み重ねていくともっともっと大きな仕事を任せてもらえるようになってそして能力が高くなって成長できるようになる有能な社員になれるということなんです。はい。この違いなんです。全然違うでしょ、はい、を で仕事している G2 で仕事してる人、G3 で仕事している人。G1 っていうのは言われたことしかできない。そのタスクを言われた、そのタスクをやる。これが G1 で,ですで。G2 っていうのはタスクだけではなくて目的を理解する。G3 は目的をやったその先の世界をイメージして仕事をする。だから自分で考えて、こうしたらい,いこうしたらい,いっていうのを提案したり、動けるようになるんです。自立型人間、有能な社員は G3 で動いているということでした。じゃあどうしたらいいのか。 ね、これもさっ,きさっきも言いましたけど、銃を聞くということなんですよ。で、どうしたら具体的に言うと、あれやっといてって言われたら、はい、分かりました。これをやるんですねってちゃんと受け止めて。で、そもそもこれをやったら、どんないいことがあるんですかとかね、この目的は何ですかっていうことを聞いていくんですね。この目的は何ですかって言われたら、上司があ、この目的はこういうためにやるんだというふうに言われました。 じゃあこ,の目的これはこういう目的でやるんだなって理解したらじゃあこれをやった先にどんないいことがあるんですかっていうさらにその上を聞いていくでそれをやった先にどんないいことがあるんですかということを聞いていくと,と G1 から G2 へ G2 から G3 へってなってきますもしかしたら最初はうざがられるかもしれませんでも新入社員であれば大丈夫新しい仕事であれば大丈夫なんです新しい仕事を任されたそのタイミングの時にぜひそれをやってください、ね、これを3年も5年もずっとやり続けてたらダメです なんか同じ仕事をあの与えられた仕事は新しい仕事ではなくて同じ仕事をやってるのに毎回同じことを聞くこれはダメですよだから新しい仕事であったり新入社員のうちはこれをね徹底してやるこれものすごく大事です、はい、G1 から G2 へ G2 から G3 へそうすれば自分で考えて動けるようになるということです <laughs> えっと1を聞いて10を知れるということです G1 型の人間無能な社員は 11を聞いて1しかできない。G3 は をを聞いてを知れるるようになるもしくはをを聞かななくててもを想像しし自ら率先して行動でできるるようになるんですだから、えー、周りから評価されて信頼されてそして結果を出して自分がその職場で成長していくためにはこの G3 を意識して仕事をするこの G3 を意識するというのは自分の2つ上のポジションの人の、えー、立場で考えて行動するということなんですね、えー、自分の課長になったらどういうふうに考えるんだろう課長の の上のポジション、支店長だったらどういう風に考えて行動するんだろうってそういう視点を持って現場で動いているとこれ全然ちゃうんですよね全然ちゃうんですよね相手の立場で、えー、と提案したりできるから上司からそのアイデアが採用されやすくなったりとか上司の立場上司の気持ちを理解できるようになるんですね共感できるようになるんですよだから本当にパートナーとして絆を育めることができるんですよこれができなかったら何であの支店長いつもこんなこと言うてくるんやろなんなんあの上司はってこの愚痴とか不満とかででき そういう状態だったらいい関係育めないじゃないですかだから2つ上のポジションを育むことが大事でありそれは2つ上のポジションって具体的に言うと G3 を意識して仕事をすることなんですよということなんですはいということで今日は無能な社員がやってしまっているたった1つの行動を紹介しましたそれは G1 レベルで仕事をしている指示がないと仕事がう できない指示待ち人間になってしまっているということです。じゃあそうではなくてどうやったら有能になれるのかどうやったら評価されて結果を出して信用が得られるのかそれは G3 レベルで仕事をするということです。そのためにはしっかりと銃を聞くということ。 その目的は何ですかこれをやったらどんないこことがあるんですかこの意味は何なんですかってしつこいぐらい聞いていくそうすれば上司が求めていること同僚が求めていること会社が求めていることをちゃんと G3 を理解できて言われなくても行動できるようになりますはいということで、えー、今日の動画少しでも参考になった勉強になったためになったそしてお勝ち頑張れという方は高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです、えー、こんな感じでこのチャンネルではあなたが最高の ののあなたたをを表現すするためのライフスキルを紹介しています自分らしく生きていきたいそのように願っている方はチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいて仲間になってもらえたら嬉しいです。はい、ということで The End それではワンダフルな一日をお過ごしください。See you! ありがとうございます。